なものを言う河原の巻物には三十数種の触種が調理の支配下であるとされ、元六三年の人林訓毛水に四十四種、教法年間の断罪門が幕府に提出した有書書には配下として二十八種、文政年間の気有商蘭に二十九種、元織内等の戦車校に五十種の戦民が言及されている。 人林君も大水に見える、門石橋ささら、呼吸三味線の三人組による門付け芸として描かれている。彼らの多くは集落を作らず、定住性が低く、時には家族さえなしていなかった。全国を支配する、国家体制がなかった中世には支配の感激にあり、把握や統制は問題にならなかった。天下統一の始まる和土桃山時代には一部が、 権力に把握され、変わった、身分として、金星的統制を受けるなどした。江戸時代には、爆藩体制の確立に伴い、全地域、全人民の人別把握が不可欠となったため、雑種選民への統制が開始、強化された。雑種選民の中には、爆藩勢力から駅務を申し付けられたものもある。兵庫のブラ市ク第一巻調理、座踏、舞、 猿楽、恩苗詩、壁塗り、土鍋詩、芋の詩、辻むねむ、ピニン、猿引き、玄砂、石切り、馳子、放火詩、笠縫いの、渡し森、山森、青屋、つぼり筆結衣、隅詩、関森、獅子舞、海来詩、形成屋、鉢控え、鏡内。必ずしもすべてが、玉材門の支配下というわけではなかった。 AB 日本庶民生活資料修正第14巻朝や三女御苗誌梓三子真嗣舞タ良賀ガ帽子猿楽放課誌遊女白病誌京成夜発九月目いい森女越後獅子岩人造俳優浄瑠璃芝居踊り見物誌絶好術者玄米酢高野清志ことぶれ偽造誌 狙い行、同面、用具師、警察人、聖老、肝入り、肝心美国、犬神、大衣区、神血、白楽、盲目、方面、木寄りご、あやかし教区か、不老、行骨、古事記、木、海、海等、南重町、万田万、江た、川在区、江戸中期の木の国における先民、社会的階層民を列挙。 h t t p w w w a s a h i n e t o r j p m i l i g r a m 5 s h s g w 特ブ部ク芸能芸能0 3 h t m l h t t p w w w a s a h i n e t o r j p m i l i g r a m 5 s h s g w 特ブラ芸能 資料、ゴムね、HTML。ありがとうございます。